僕もほんのちょっと前まではこういうふうにリュックを担いで真夏に自転車で走り回ったものだよ。ビーホッシュです。リュックスタイルで自転車するメリットは手軽でシュッとしていること。デメリットは夏場は暑い、汗抜けんからね。暑い、ずっと背中べっちょべっちょ。そして長時間行くとこうやっぱりちょっとした荷物でも肩と首が凝ってくる。特に俺左肩がもう結構爆弾抱えてますから。まあこういう自転車乗りが多いのか、謎パーツが届きました。一応これまだサンプルなんで製品版はちょっと違うかもしれませんが、バイクバックボーン、要はリュック支えです。 リュック支えです。まずこれはクイッククランプになってます。ここにシートポスト止めるでしょ。まずこのバックボーンって書いてあるところ、こういうふうにこれ玉がベアリング入ってて、こうピッてやったら、こうでシャフト部分が完成したら、この上のところにまた実際に支えるベースプレートっていうかな、こういうのを入れて完成というわけだ。部屋の片隅からええもん出てきましたわ。 懐かしい。これはディリフード、今は亡きディリフードのリュックサック、まあフードデリバリー用のバッグで、これちょうどウーバーイーツのバッグと同じぐらいのサイズだ。これを支えるための道具というか、これ大きいかよ、こっちのやつ、大きさ比較に、ほら全然ちゃうよ。こっちがプロってやつかな、まあお仕事用って感じですか。まあリュックやったらこっちでもいいと思う。じゃあこれも まあちょうどいいからこれ持ってちょっとお外で出てみるか。今は亡きディディフードのカバンを背負っております。重いです。大きいんですよね。これフードデリバリーの走りたるウーバーイーツの本場はアメリカです。アメリカの人ってよく言うやんか、ピザ1枚丸ごととか頼んだりするやん。だからそれ運べるようにカバンもビッグサイズやねんな。だから結構重めやねん。ぶっちゃけ日本人の食べる量からしてこの純正系のカバンはね、若干オーバースペックやねん。重たくて大きいねんけどな。ほな、このバイクバックボーン、改めリュック支え棒取り付けてみますか。そうそう、工具なしで取り付けられるって話です。まずは一回バラすか。よいしょ。これはゴムシムですな。このシートポストは27.2なんで、厚めのゴムシムをかまして、まあ何でもいいな、止めてしまえばいいんでしょ。止めてしまえばいいんでしょ。工具なしでいけるっつうことは、逆に言えばそこまで固定力は高くないと。ゆるゆる ゆるゆる、あれ、もう一枚いく。いや、もうちょっときつめにやらんとかな。シャコって入れて、持ってあげんとあかんか。そうやな、クリアランスカツカツやもんな。これしてしまうとこのロックみたいなのかかれへんから。でももうちょっと上か。でこうして、このロック機みたいなんでシャボット、でこうこうすればいいのか、こうか、どっちや、こうやな。ここもビッグクランプ。これで多分固定完了やねんけど、割とぐらつきがあるな。まあ、これも簡易に止めてるだけやからな。もっとザポってはまらんのか。いや、これで正解なの。ずれへんかったらいいってことなのかな。多分取り付けはこれで合ってるはず。 間違ってる？乗ってみるか。なぜこれまだ、そうそうそう、これを取り付けると一つの問題が発生します。 またゲンというね。そうね、これがデメリット。方法としてはすげえ倒して乗るか。
低い低いね。よっ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 、こういうことだ、こういうことだよ。もうちょっとこの、あ、ちょっと近いかな、もうちょっと下降りるの、なんか行くこと行くこと、もうちょっとこっちだ、もうちょっと後ろがいい気がする。今高さこれバッチリぐらい。これ倒してよいしょ、倒してこう、はい、まあ、楽なんは楽やけど、あは、それはもう支えられてんねんから、楽ちんは楽ちんですけど、ああ、これは問題なし。ただこれ、これフードデリバリーで使うとなるとな、乗り降りが必然的に多くなるから、そのたびにこれやるのは結構きつい気がすんな。どっちかというとそんなに乗り降りしないサイクリングの方が、リュックサイクリングの方が向いてると思うけど。もしくはこっちから乗るか、こっちから乗る。固定力とか重量制限に関してはそれほど気にせんでいいと思うで、まあどうせ疲れたらずれてくるからね。やっぱ乗り降りやね、乗り降りのところの面倒くさがネックやな、最大の。あとはお値段か。なんかこれまた一つし、サンプル品も、サンプル品も製品もこれ一つしかないって言われる。もちろん立ちこぎしたら意味なくなりますね。そらそうや、そらそうやな、座りこぎオンリーです。まあ、こういう感じでがっつり支えられてるから重さは肝心くなんな。ということで、日本にまだ1個しかないバイクバックボーン、使い勝手見てみましたが、荷物は確かに軽くなります。ただフードデリバリーにはちょっと無関係がすんな、率直に言って。やっぱり乗り降り多くなりますから、だってあの30回配達するとしたら30回乗り降りが、いや違う、受け取りと受け渡しで60回あるわけやから、60回いちいちこうえっちらえっちらってね。あとね、フードデリバリー系のバッグ、ベルトとかバックルが多いんで、ここに引っかかった、引っかかったりすんねん。じゃあもうちょっと危なくなるからね。どっちかというとこの V 字タイプよりはシンプルなリュックにこっちのスタンダードタイプの方がいい気がするな。あとお値段の方もまだ分かっておりません。何せ日本に1個しかないから、だからこれから取り寄せるんちゃうかな。まあ、1万円ぐらいまでなら出してもいいかなって感じです。がっつり実用系というよりは、実用系プラスおしゃれアイテム、ちょっと面白いもんって感じで、面白ガジェットみたいな感じでね。がっつり実用となるとやっぱりね、キャリアとかの方になってしまいますから、そっちに負けてしまうんですよ。でこれそんな2万も3万クロスバイク5万とするやんか、これ2万やったらちょっとおかしくなる、価格構成費が。オプションが2万、本体5万のオプション2万、ちょっと価格構成費がおかしくなるんで、やっぱ1万までなら嬉しいってことかな。1万3000円ぐらいまでなら売れるかな。わからん、皆さんどうでしょうか。うん、俺が使うとしたら、だからツーリング用のちょっとしたちょい乗りじゃないな、長乗り用でリュック行くときにこれやったら、まあ、楽かなって感じやな。いずれ幕開けの方で販売予定なんで、その時が来たらまたお知らせしますわ。気になる人、気になるリュックチャリダー、これ買ってみてはどうでしょう。この後